はい、どうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回はちょっとコメントでいただいた内容で、サイクルコンピューターのお話をしようかと思います。まあ、サイクルコンピューターと一概に言ってもいろんなメーカーがあります。主要メーカーで言うとしたら、キャットアイ、ブライトン、ワフー、レザイン、そして、ガーミンというのがあるんですが、私が持っているのがガーミンのサイクルコンピューターになるので、ガーミンのお話をさせていただければと思います。まず、ガーミンとはどういう会社かっていうと、まあ、ざっくり平たくお話をすれば、もともとは航空関係ですね、の GPS、レーダーみたいなものを作っていた会社で、そのレーダーのね、性能がいいということで、魚群探知機とか、あと車のナビとかを作り始めて、自転車のサイクルコンピューターも製造し始めたという背景があるようです。なので、まあ、GPS 機能といえばガーミンというような、最初歌い文句がねあったようなんですが、まあ、今の時代になると、まあ、どのサイクルコンピューターも GPS 強いと思うので、まあ、ガーミンが一番強いというふうにはまあ言えなくなってきたのかなとは思うんですが、まあ、それでもね、やっぱり GPS といえばガーミンというような歌い文句はまだあるようなので、そこが強い会社なのかなとは思います。で、このガーミンのサイクルコンピューター、名前がガーミンエッジというんですが、ラインナップが5つあります。ただ一番下のガーミンエッジ25というのがあるはずなんですが、これはね、私はあまりおすすめしないので、おすすめする4つのラインナップのお話をしようかと思います。ラインナップというのがガーミンエッジ130、530、830、1030という4つがあるんですが、まずこの中の2つ私はおすすめしないのを除外しようと思います。それが130と1030です。なんでって思われるかもしれないんですが、この4つのモデル全てスピードセンサー、ケイデンスセンサー、心拍計、ナビゲーション全部ついてはいるんですね。その中でも130っていうのはナビがまあ合ってないようなものなんですよ。簡単な矢印みたいなのがパッと出て 100m 先右ですみたいな感じしかナビゲーションをしてくれないんですね。なので、まあ、決まったコース、例えばサイクリングコースをトレーニングとしてしか走らないんだとか、そういう場合のサイコンの選び方では130ありなのかなとは思うんですが、結局ナビゲーションちょっと使うかもって後々なることを考えたら、まあ、130は選ばなくていいのかなというふうには私は思います。で、続きまして1030をなぜおすすめしないかっていうのは、まず高い。サイクルコンピューターだけで10万近くするんですね。まあでもガーミンの中で一番のフラッグシップモデルなので、まあ、全機能、すべての機能がついているということを考えれば、まあ、そのぐらいの値段をするのはしょうがないんですよ。一番の要因としては、そこまでの機能を使わないんじゃないかなっていうのが選ばない理由です。まあ、私みたいに基本的にレースに出るつもりはない。出たとしても1位を目指すとかそういうのではないと。思い出作りぐらいでしか出ない。あとは、ロングライドが基本だとか、趣味で走るんだっていう方は、まあ、830が最上位ぐらいに思っていていいのかなと私は思います。なので、まあ、両極端な130と1030は私は個人的にはあまりおすすめしないという状態です。では大本命の530と830どっちがいいのかという話なんですけれども、ちなみに私が持っているのはガーミンエッジ830です。530を持っていないので、ちょっと機種を並べながら説明というのがちょっとできないんですが、530も830もスピードセンサー、ケイデンスセンサー、心拍計、あとナビゲーションっていう基本的なものは全て一緒なんですが、決定的な違いが2つあります。まず1つが操作性ですね。ちょっと私の手元には830しかないので、530の操作をお見せすることがちょっとできないんですけれども、530はボタンで操作するというものになります。ボタンを押して、項目を選んで、ボタンを押して決定をするというのが530の操作性になるんですね。で、830に関してはちょっと電源入れてみますが、電源のボタンはここにあります。電源を入れたら基本的にタッチパネルで操作するんですね。こういうふうにナビゲーションとか。なので830に関しては、まあ、今ほとんどの人が使っているスマートフォンとか iPhone とかと同じように、画面で
完全に操作がほぼ完結するので、日々の暮らしにそのまま導入できてストレスなく使えるかなという操作性になります。で、2つ目の違いっていうのがナビゲーションです。まあ、同じとは言ったんですけれども、ここ大きな違いが実はあって、530というのは携帯やパソコンでルートを作って、でそれを530の端末に飛ばして表示させるという感じになるんですね。つまり530の端末だけではルート検索、ルート作成ができないんです。ただこのガーミンエッジ830に関しては、携帯やパソコンでルートを作って転送するというのはまあもちろんできるんですけど、この端末の中だけでルート検索ができます。もう端末だけでこう調べて、でルートを作ってスタートボタンを押して走り出しちゃうってことができるので、そこの差がやはり値段の差にも結構関わってきているのかなと思います。まとめて平たくちょっと言うとしたら、ナビゲーション機能は目印程度でしか使わないと、そういう方は530でいいのかなと思うんですが、ナビゲーションをがっつり使って、誘導してもらいながらロングライト楽しもうという方は830でいいのかなと思っております。ではですね、簡単な操作画面どんな感じに動いているのかっていうのはちょっとこちらをご覧いただければと思います。はい、ではガーミンの実際の、操作をしてみましょう。サイドについているのが電源ボタンになります。で、下についているのがナビや数値をスタートさせる開始ボタンですね。そしてラップを測るボタンになります。で、長押しをすると、はい、このようにガーミンというふうに表示がされます。で、バッテリーが50しかないですね。充電しておきましょうで、このように表示が切り替わりました。で、ここからは基本的に画面タップですね。はい、いろんな項目がありまして、トレーニングのメニューであったり、あとはナビゲーションですね。保存しているものやここから検索をするものがあります。で、下の3本線これを押すと、大体は設定をいじるところですね。ではですね、ナビゲーションの検索を実際にやってみましょう。いろんな調べる方法があるんですが、一番簡単なのはこの目的地を押して、いろんな方法で調べていくんですが、大体のカテゴリーというのも入っていたりします。これまだね、私はここから選んだことはないんですが、いろんなものがありますね。山水域関連とかね。で、私が使うのがよく住所検索か電話番号検索です。住所は携帯なんかでね、軽く調べておけば簡単に調べれます。はい、関東の東京で、ここから行きたい場所の市区を調べるんですが、探すのがめんどくさいなと思ったら、右下のこのボタンタップしてもらうと直接入力ができます。なので今回は三鷹市を選んでみます。で、井の頭公園にちょっと行ってみようかなと思ったので、井の頭で、ここからはもうね、適当でもいいです。住所は地図が出るの で、地図が出たら右上のプラスを押していくと地図が大きくなっていきます。で、大体のね、場所を目星をつけて、で、この手のボタンを押すと地図動かせるの で、駅なんかをね、目印にしようと思えば、ここでトントンと押していただくと、はい、右上に3本線が出るので、ここでどれにするっていうので駅を選んで出発ボタンを押せば開始です。実際にちょっと押してみましょう。はい、ちょっとね、自分の住所バレちゃうんで、モザイクかけてますが、そのスタート地点からどうしますってことですね。方向転換してくださいと。はい、で、電源入ってる状態で1回押すとスリープモードになります。ただスリープモードはね、バッテリーの消費がやっぱり生まれてしまうので、使わないぞっていう時は長押しをして電源を切っておきましょう。はい、では映像を切り替わりまして、ここは井の頭公園にもういる状態です。井の頭公園に向かう道っていうのはね、住所がバレてしまう可能性があるので、ここでまた目的地を設定変えまして、移動先としては小金井公園にここから向かってみたいと思います。場所が良ければ出発ボタンを押すと。
で走り始める前もしくは走り始めた時にで、下にあったスタートボタンを押してください。そうするとナビそしてあのケイデンスであったりスピードのセンサーが生きるようになります。ちょっと光の具合でね見にくいところもあるかもしれませんが、で、スライドをすると自分が設定した数値を見るところの画面に変わります。私の場合は上からカロリー、現在のスピード、ケイデンスの数値、そして左側が勾配、高度、高さですね、そして右側が最高スピードと現在の時刻というのを表示するようにしているんですが、ここは何を表示するか、どのぐらいの大きさで表示するかっていうのは自分でプリセットを変えることができます。なので、自分が一番見たいもの、必要なものというのを表示にしていただければなと思います。で、項目をどんどん増やすと数字がちっちゃくなっていってしまうんですね。それが嫌だという方は一つのページではスピード関連だけで、もう一回右に、ずらしてページを作って、そこには勾配関係とかそういうふうに、何ページも増やすことができるので、自分がね一番走りやすい見たい形にね、設定していただければと思います。で、このガーミンのナビいいなというところが、まあ、他のものもそうなのかもしれませんが、曲がるところの前にねちょっと知らせてくれるんですね、ナビゲーションが。もうしばらくしたらなるかな。あ、なりましたね。はい、このピーっていうのが1回鳴るともうそろそろ曲がりますよという状態です。まあ、左上、最高見てもらうと110メートルかぐらいであと曲がりますと。でピコピコって2回鳴ったと思うんですが、2回鳴ったら次を曲がりますということになります。これのおかげでね、曲がるところがミスるというのはなかなかないですね。警告って出てます。曲がるんだよっていうのを教えてくれてる状態です。はい、これでほぼ目的地に着きました。ちょっと公園のね中の方にね、ナビ、到着作ってしまったので到着っていうナビはちょっとならないんですけれども、はい、ご覧ください、小金井公園無事到着することができました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、簡単にね使っているところを見ていただいたかと思うんですが、まあ、他にもいろんなことができるみたいです。私はあまり機能をフルで使い切れていないんですけれども、まあ、ただ、どのメーカーがいいのかってなった時にもうある一定のグレードに来てしまえば大きな差はないと思います。なので、まあ、ガーミンが絶対にいい、一番いいよっていうふうに私もちょっと言い切りはできないので、操作方法、操作画面であったりとか、あとは値段のところとかねを見ていただいて一番納得できるのを選んでいただければと思うんですが、まあ、使ってみた自分の所感としては、まあ、本当に嫌な思い、困った思いをさせられたことは特にないです。まあ、私の設定ミスっていうのはありましたけど。もし、今後サイクルコンピューター買おうと思っている方いらっしゃいましたら、まあ、ガーミンのですね、候補にぜひ入れていただければなと思います。暗いかな。うん、以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。